2016年のポルテラ・マリアデ・ロルデス・マッツォレーに、ポルテラは、ブラジルのリオグランデとする州出身の柔道選手。階級は 70kg 級。身長 158cm。2011年のミリタリーワールドゲームズと、プレオリンピック大会の 70kg 級で優勝すると、パンアメリカン競技大会では3位となった。2012年のグランプリデュッセルドルフでは、 世界選手権3位の国、原ゆい子を裏投げで破るなどして2位、パンナム選手権とグランドスラムモスクワでは優勝したが、ロンドンオリンピックでは、初戦でコロンビアのジュリアルベアルに膝車で破れた。地元ブラジルのサルバドールで開催された世界団体では3位だった。2013年には地元のリオデジャネイロで開催された世界選手権では7位だったが、世界団体では 決勝の日本戦で、立本遥に指導二で優勢勝ちするものの、対象戦で、マリア・アルテマンが、立本愛に指導一で敗れて二位にとどまった。2015年には、パンアメリカン競技大会とグランドスラム、東京で三位、ミリタリーワールドゲームズでは二連覇した。2016年に、地元で開催された、リオデジャネイロオリンピックでは三回戦で、オーストリアのベルナデッテ・グラフに、 指導2で敗れた。2017年の世界選手権では準々決勝で、荒い千鶴に GS 含めて9分近い戦いの末に、指導2で敗れるなどして7位、初開催となった男女混合による世界団体でも決勝の日本戦で、荒いに指導2で敗れて、チームも2位にとどまった。世界ランキング上位選手が集まるワールドマスターズには、 世界チャンピオンの新井が出場していなかったものの決勝でクロアチアのバルバラ・マティッチに一本勝ちして優勝を飾った2018年にはグランドスラムエカテリンブルグで優勝した2019年の世界団体では3位になった2021年の世界団体でも3位になった7月に日本武道館で開催された東京オリンピックでは3回戦でマディナ・タイマゾワに 反則負けを喫した。アイフ世界ランキングは4366ポイント獲得で10位。ありがとうございます。